スラーの若きエース中村俊輔、ザ・ビーストオブ・サップ TOKYO DOME。赤コーナーより中村俊輔選手の入場です。青コーナーよりボブ・サップ選手の入場です。188cm 96kg、 中村、プロレスラーの若きエース、選ばれし神の子中村俊輔。青コーナー 200cm 155.2kg、 バビー野獣ザ・ビーストボブ・サップ。なおこの試合両者の体重差が15キロ以上あるため、本来ならば4点ポジションでの攻撃は禁止となりますが、双方ともにこれをちらついたしました。よってこの試合4点ポジションでの攻撃は有効となります。最後にリング上で雄たけびを上げるのはどちらのファイターでしょうか。注目しましょう。谷川さん、この2人の戦い楽しみですよね。先ほど控室を覗いたんですが、お互い気合が入ってきましたからね、すごい試合になると思いますよ。さあ、もしかし打撃で応戦する。おお、すごい応戦しましたね。ジャブから入る。あっと、しかし逆に打撃を食らってしまった。ああ、うまいうまいうまい。おっと、ロシアンフック。さあ、追い詰めた追い詰めた。ここからどうなるか。さあ、どうだ、効いているぞ。お聞きください、この大歓声、会場が揺れています。おっと、うまく抜け出した。ああ、今のうまかったですね。ストレートから入る。アッパーだ。ここはたまらずクリンチに逃げる。首を狙う。さあ、どうか、決められるのか。プレッシャーをかけていく。おっと、ここでうまく切り抜けた。これはすごい。あーっと、綺麗に入った。あー、これはすごいすごいすごい。谷川さん、すごい試合になってきましたね。すごいですね、すごい試合になってきましたよ。さあ、膝を繰り出す。おっと、すごいすごい。ここです。あー、レフリーがここで止めた。決まってしまった。ものすごい攻撃をまともに受けてしまいました。あー、止めますね。今のシーン、試合が決まった場面をリプレイでもう一度見てみましょう。ただいまの試合1ラウンド1分53秒。
コーナー、中村慎介選手の一本勝ちです。